はい、どうもさっくんです。今回はですね、こちら近鉄大和八木駅に来ました。今回ちょっと確認したいことがちょっとありまして、また近鉄のね、この奈良線系統の、その縦の方の路線、橿原線に来たんですが、今日はですね、あの 8A 系のまた動画で、今度つながってる相手がね、シリーズ21ではなくて、赤白のインバータ車両の2両があの繋がっているということで、今度はその赤白のインバータの2両でどのような動きをするのか見ていきたいと思います。今やってきました。8000系ですね、これ。こちら L88 という車両なんですが、もう 8A 系導入より引退してもおかしくない車両になってきています。なんか検査周期的にもなんかこれね、もう4年ぐらい経つらしいんで、本当に見納めの車両だと思います。この動画では 8A 系の、ね、話題ではあるんですけども、その嬉しい話題の反面、ちょっと引退が近づく車両も走っておりまして、もうこの8000系のこの L88 というのはもう言ってる間に多分検査周期を迎えるということで、ね、多分次はこれだろうというあの噂がかなり上がっております。こちらはもともとね 1M 方式だったんですけども、それを改造したりとかして、両線灯をねトレーラー化して、でこの中間車両2両が M 車という扱いになっております。でこれをワンユニットになって開示移送制御とかになっておりまして、その方式っていうのはブレーキの時に回生ブレーキという風に電気を返すという仕組みになっているブレーキになってまして、それで一応省エネ化を図っていますという車両になっております。8600系も一部がそんな改造してるんですけども、この車両、大体8000系、8400系全部がそんな改造になっております。今現存するやつはそうですけども、以前走ってたやつで改造してないやつも数編成いたようです。それでは出発ですね。もうこの編成をね、僕これから見れるかどうかも怪しいので、とりあえず追いかけてお見送りをしておきます。はい、やってきます。これですね、 8A と、1233系ですね、 38F だと思うんですけど、今日は、今日は栄光新との連結です。さあ、この連結相手のね、インバーターの2両はどうなるのか。この大和八木から柏神宮前の区間だけでちょっと確認してみます。4番っていうのは本当に一番最近に走り出した編成です。これと、なんとインバータ車の栄光新と、だ転落防止同士の連結になっています。これも多分初めてじゃないでしょうか。これの特徴は栄光新かつ、シングルアンパンタとなっています。
コロナ医者は柏原ジングルナイユキです。Thank you for taking Kintetsu Railway. Thank you.
右側の扉が開きます。ご注意ください。橿原神宮前です。この電車はこの駅までご乗車にはなれませんのでご注意ください。ということで、柏神宮前までちょっとだけですけども、確認のために乗ってみました。やっぱりこのインバーターはね、めちゃくちゃ引っ張られてる感はありました。乗り心地はまあシリーズの時とあんま変わらず、やっぱり引っ張られてるって感じがするんで、ちょっとどっかに手すりとか持っとかんとやばいかなぐらいの圧力がかかってきました。で、撮影中はちょっと喋れなかったんですけども、車内の通り抜けは、この車両はシリーズとは違って貫通を、もともと仕切れない仕様になってるんで、こちら客室と運転席の方、連結した際は仕切らずに、丸裸のようです。それでは出発ですね。校内を入れ替えしていきます。8駅と、V38 が停車中ですけども、今度は V38 側から制御してるんで、8駅側のブレーキ音も多分変わると思うんで、この辺りから聞いておきます。まずは特急が入れ替えてからですけどね。インバータと8駅へ、果たしてどんな音がするのか。
音聞いてみたんですけど、やっぱりね、あのハンドル車だったらめちゃくちゃね細かくね、あの以前も紹介した直通感をね緩めていってるんで、 8AK の方も、2段緩めのあの音じゃなくてシュー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 みたいな感じで緩く緩めております。てなわけで、今回ちょっと確認したかったのが、あのインバータの2両赤白のやつと 8AK の連結ということで、ちょっと簡単な動画になっちゃいましたが、今回は終了となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価まだの方ぜひお願いします。また旧 Twitter、X、インスタ、TikTok もやってますので、こちらのフォローもお願いいたします。